ニュースポスト7です。昨年一般男性と結婚したばかりの石原さとみさん、新婚にもかかわらず石原さんは撮影後や舞台が終わった後、独身時代に住んでいたマンションに帰宅しています。別居婚なのかと心配になりますが、実は石原さんは独身時代のマンションで旦那さんとの生活をスタートしたそうです。関係者は、数年前に彼女はそこに引っ越したことでいいドラマや舞台に恵まれたことからパワースポットだと思っているみたい。旦那さんもしばらくここに住みたいという石原さんの願いを受け入れたんですと話しています。ニュースポスト7。